コロナ禍で増えたものといえばテイクアウト。その容器としてプラスチックの需要も高まっている。そんな中、これでテイクアウト、はい、プラスチック削減を目指す町のある意外な挑戦とは。一方、作る側のメーカーは、スーパーのお客さんとかっていうのも環境に目が向けられてるんで、求められるのは環境に優しい容器の開発。コロナ禍に揺れるプラスチックの今に迫った。豊かな瀬戸内海を未来につなげるという思いを込めて、サザエさん OHK 瀬戸内環境キャンペーンリセット。ポスターがほら、エコテイクアウト実践店って書いてますよ。エコってくっついてるな。ねえ、なんやろそれ。あそこにも、あついてるやん。色ちゃうけど、ね、色違う。飲食店の店頭で発見したのはエコテイクアウトの張り紙。実は岡山県真庭市で27店舗が取り組んでいる一風変わったテイクアウトだそうで、早速どんなテイクアウトなのか実施店舗を訪ねてみることに。おお、うわお豆腐、お豆腐。創業70年の歴史を誇る豆腐店白寿庵。エコテイクアウト、はいはい、をやってるっていうのを聞いてきたんですけれども。そうなんですよ。やってますか。はい、しております。お豆腐屋さんなので、やっぱおすすめはですね、この製造元ならではのこの生揚げというのがですね。生揚げ、ぜひ、はい、生揚げ、生揚げなんですよ。初めて聞く。フライヤーはちょっと。リセットチームが注文したのは店の名物だという生揚げ。珍しいというそのテイクアウト方法とは。お待たせいたしました。はい、どうぞ。何これ、これでテイクアウト、はい、想像していたのと全く違うんですけど。これで持って。そうです、テイクアウトで頼んだのに。揚げが乗っているのは一見普通のお皿。これは一体、この真庭市で、はい、の病、真庭市の病院で使っていた給食の食器、そちらを利用させていただいて、テイクアウトの容器として使っております。実はエコテイクアウトに使われているのは真庭市の学校や病院で使われていた給食の食器。その理由は、やはり今テイクアウトが結構注文多いんですけども、はいはい、やはりどうしてもその使い捨ての容器だとゴミになってしまうということで、うんうん、使われなくなったものをですね、はい、市からお預かりしまして、はい、この容器を使って、まあ、ゴミを減らそうということで。真庭市が始めたというこの取り組み、持ち帰るときはこの給食食器にラップをかけ、市が用意したテイクアウト用バッグへ。すごく強い、衝撃に強い容器なので、僕はこれ今香川までこれで帰りますって書いてる。これ行けますもんね、別にね。お似合いですねその取り組みを、はい、こう市からどうですかって言われた時はどんなお気持ちでした？最初は半信半疑ですよね。その実際にその需要があるのかなとか、あとそのまだどこも始めてない事業だったのでどうなるかな。でもやってみないことには分からないわけじゃないですか。だからもうじゃあまず試してみましょうということで、実際こう市と連携をして告知をしてみると、やっぱ需要があると。エコテイクアウトを手掛けた真庭市。こちらが全てですか？はい、そうです、はい、これはエコテイクアウト用に使っていただいてます、はい、市役所には使われなくなった給食食器がずらり。時々お皿をこう更新する機会があるので、そこでこう使われなくなったやつを捨てるんじゃなくて、まだまだ使えるものもたくさんあるので、テイクアウトに使おうかなと思って使ってもらってます。で種類も多いですね、やっぱ。そうですね、トレイから、お茶碗、それから丼、カレー皿、あと丸皿、角皿、いろんなタイプがありますね。
じゃあいろんなテイクアウトに対応できますよね。そうですね、あのテイクアウトとかそれから屋外でのイベントでも使ってもらってます。あ、イベントで、そうか、そういうのにも使えるんですね、はいはい、コロナ禍で増えたテイクアウト需要に使われなくなった給食食器で対応したマリワシの取り組み。使用後は店に返してもらい繰り返し使う。ここで気になるのが、この容器じゃなくても、はい、例えばなんか僕らがなんかお弁当箱みたいな思っていてこれにみたいなのでもいいんですか。はい、あのお店によってそれからあの頼むメニューによって変わってくると思うんですけれども、あの対応してくれるお店もあの多いと思います。マイ容器の持ち込みも OK。 そこにはさらに意外なテイクアウトもあるという。訪れたのがこちら。え、ビール、ジビール、ジビールを製造しているこちらの店、マイ容器でビールをテイクアウトする方法とは。お邪魔します。お邪魔します。すいません。僕らあの持ってないですよ、何にも。基本的にあの水筒みたいなのなんか持ってきてないんですよ。お手軽なやつだと、はい、あの炭酸飲料の入ってたペットボトルを持ってきていただければ大丈夫です。自分が使ってたやつでいいですか。はい。なんと持ち帰り容器はペットボトルで OK。 これなら持ち合わせていることも多いはず。あのビールが酸化しちゃうんで先にあのこれで炭酸ガス吹いて。おお、入ってるね。すごいやな、なんか結構たっぷり最後まで入れてくださるんですね。はい、あ、すごいすごい、溢れた。なんか言われないとビールが入ってるってわからないですね。はい、お茶と間違いない。お茶みたいね、ほんまや。いただきます。おー、いい飲みっぷりだね。あー、美味しい。ビール、ビール、もうついてるところが生で見れるから。そうだね、すごい面白いな。楽しいよね。実はこのマイ容器持ち込みシステム、エコなだけではない。まあ、どうしてもあのクラフトビール、地ビール、まあ、こうやってちっちゃく作ってるんで値段高くなってしまうんですよ。まあ、こうやって容器持ち込んで量り売りすると、あの僕らにしてもコストが、まあ、便代がかからないし、はいはいはい、例えばこちらのビール、瓶で買うと 330ml で715円だが、エコテイクアウトなら 500ml でも650円。量は増えたのに値段は安くなる。ただし賞味期限は短いため、エコテイクアウトはすぐに飲みたいという人向け。ゴミが出ないから環境にも優しいし、うん、持ってきて値段が下がるからお財布にも優しい。これはみんなに優しい。ねえ、釉薬がテンション上がるぐらい優しい。でもそれ以上に上がってますから。すいません。実際にな。さらにエコテイクアウトの進化はこんなところまで。あのこちらのお店は何をテイクアウトできるんですか。ピッツァです。ピッツァ、はい、ピッツァというとその大きさから専用のテイクアウトの箱で持ち帰るイメージが強いが、自宅から持参した容器でどう持って帰る。あ、お腹空いてきた。お願いしようか。ほのかが持ってきたのは保存用のタッパー。ピザの大きさよりかなり小さいが、すると店主は焼きたてのピザをカットし丁寧に並べ始めた。お、あ、なるほどね。あ、そういうことか。そこの面がいっぱいになると紙を敷き二段重ねに。お待たせしました。あ、テイクアウトできた。できました。入ったね。入ったな。うわ、美味しそう。でも切ってくださるってありがたいですよね。そうそう、だってこのままのピクニックとか、ね、外で食べることもできますよね。それ最高。
それぞれの店に工夫を凝らしてもらい、エコテイクアウトを進める真庭市。その背景には脱プラだけではなく、市が抱える深刻な問題が。真庭市では1年間に7億円ぐらいゴミ処理にお金がかかっています。そんなに。はい、でもゴミ袋代というかゴミ処理手数料というのは7000万円しかいただいていないので、だから10分の1しか市民の皆さんはこう、負担していないということになります。実は真庭市は人口減少が続いているもののゴミの量はあまり減っていない。そのためゴミ処理にかかる莫大な費用が市の財政を圧迫しているという。じゃあその食器を再利用するっていう取り組みも、もちろん環境にも優しいと思うんですけれども、はい、それだけではなくて市の財政のためでもあったってことですか？そうです、そうです。はい、本当に、ゴミが減ればそれだけゴミ処理コストも減りますから、そうすると税金の使い道も他にもっと有効に使えますから。確かに、はい、ね、だからもう本当にそういう面で言うと、もうゴミを減らさんと、はい、なんかその他にお金も回らないってことですよね。そうですね、はい、こちらにですね、コロナ禍で増えるテイクアウト容器、はい、プラスチックゴミを増やすわけにはいかないと知恵を絞る自治体。一方プラスチック容器を作るメーカーはコロナ禍で高まる需要をどう考えているのか。岡山県井原市から全国各地へプラスチック容器を出荷している CP カフェ。まさかこういうね、コロナ禍で、弊社の容器がこう、なんていう、需要が高まるというか、プラスチック容器が高まるというのは去年昨年か、全然考えてもなかったんで、やはり何があるかわからないなと。コロナ禍で時代に対応できる容器を急ピッチで開発が進められていた。何これ、これはテンション上がりますね。何がいっぱいあるのこれここにある食品サンプルが入っているプラスチック容器、はい、これすべてうちの製品になります。すごいな。全部ですか？全部？全部になります。すごい。どれぐらいの種類の数があるんですか？そうですね、現在約8000アイテムほどですね、製造しております。8000、はい、かき氷頼んだらこれで出てきますけど、この容器もですか？この容器も弊社の容器になります。このフルーツ入ってるのなんかもう、いつもスーパーとかでもめちゃくちゃ見るやん、毎日見ますよ、ね、ほとんど見たことあるようなやつばっかりやん。井原市にあるプラスチック容器メーカー CP 化成。ものすごい数のプラスチック容器ありますけれども、はい、コロナ禍でこうさらに需要って高まってるんじゃないですか？はい、そうですね、コロナによって生活スタイルの変化に伴いまして需要が高まっている製品はあります。この製品のどれかになるのですか？どれか、はい、これ全てじゃなくて。ちょっと待ってください、クイズ大会ですか？そうですね、コロナ禍で必要とされているプラスチック容器、どれだかわかる？正解は、巣ごもり需要によってこの魚、あとこの肉のトレーですね、で自炊をする人が増えたんですね。自宅で過ごす人が増えたことから自炊の機会も増加、魚や肉のパックの需要が高まっているという。オードブル容器、一方観光や帰省の自粛でオードブル容器は減少。コロナ禍でプラスチック容器にも明暗が分かれている。入れた水になります。さらにテイクアウト需要に合わせ開発された商品も、麺や丼物容器をデリバリーできる容器となっているんです。なんか見たことあるかも。こちらはラーメンや丼などのテイクアウト用に開発されたばかりの新商品だが、実はある特徴が。容器を2つ重ね、傾けてみると、くっついてる。あ、そういうこと？そうですね、これくらい傾けても容器がずれません。落ちないんですか？はい、本体の底に
蓋の天面がぴったりと収まるように設計されておりますので、ずれにくくなっております。でこのように揺らしてみても全然ずれることはありません。おすごい、運びやすそうです、ね。コロナ禍で進化を続けるプラスチック容器、しかし一方で、これだけ見せていただいた上でね、はい、ちょっと言いにくいんですけど、はい、最近世の中の流れとしてちょっとプラスチックを減らそうみたいな働きもあるじゃないですか、はい、ああいうのってどうですか。世界中で広まる脱プラスチックの動きに対してメーカーは、その流れを受けて私たちも様々な取り組みを行っております。おう、世の中の流れを受け滝本さんが見てほしいと案内してくれたのが、おお、できてる、あ、はい、あすごいすごい、お弁当の容器じゃないですか。ほんまに多分裏側が今見えてるのかな、ね、そうです。このように食品容器が並んでこのように流れている。全て繋がってるんですね。まだこの段階では、まだこの段階では全て繋がっております。このように食品容器が切り分けられた後の食品容器が出てきます。出てきてますね、はい。裁断された後残っていたのは、容器をくり抜いた後に余った部分。実はこの端材をまた何かに再利用するというのだが、多分これをまた再利用してまたこのお弁当箱になる。正解です。1枚のシートでくり抜ける弁当箱の数は16個。余った端材をゴミにせず、もう一度原料にして使うことで、余りの部分だけで新たに4個以上の弁当箱が作れるという。そのやり方は、端材を細かく砕き、ペレットと呼ばれる粒状の素材に生まれ変わらせる。手間も費用もかかるが、この工程を入れることでプラスチックごみの削減に。それだけではない。容器の設計を担当する商品開発者によると、やっぱり小売店だったり、まあお客さん、まあ、スーパーのお客さんとかっていうのも環境に目が向けられてるんで、かなり要望が多くなってます。今小売店から求められるのは環境に優しい容器の設計。そこで開発したのがこちらの弁当容器。一体どこが環境に優しいのか。ちょっと減るみたいな。どういうことやろな。何をどこちらと比較してみていただけたら、もしかしたら分かりやすいかも。右が1998年に開発された容器、左は去年開発の容器。どこが進化したかというと、厚みを薄くしてます。多分持ってもらってこうやってもらったら、ちょっといいですか、はい、あ、大丈夫です、まあ、そのまま薄くするだけだと、まあ、どうしてもその強度が弱くなってしまうんですけど、まあ、ここにこういうボコボコしたようなリブと呼ばれるものをつけるんですけど、はいはい、そういったことで強度をつけることができます。23年前に開発されたものと比べると、ボコボコと複雑な形になった新商品。実はこれはプラスチックの量を少なくするための設計。この凹凸をつけることで強度を保ったまま容器の厚みを薄くすることができる。ね、本当にもう0.01 ミリだったり、まあ、それぐらいの誤差でも全然違うものになるんで、そういったところにこだわって設計していってます。生産方法だけではなく、設計の段階から環境に配慮した製品作りは始まっていた。作ってくださってる方もいろいろ考えて作ってくれてるから、使う我々ももっと考えて使っていったら、もっといい社会になっていくんじゃないかなっていうのをすごく今日改めて感じましたね。今 SDGs って、まあ、すごくよく言われてると思うんですけども、どうしてもプラスチック容器自体が SDGs に反するものと思われつつあるんですね、はいはい、でもそうじゃなくて、食品を衛生的に包んだりもできるんで、食品ロスの削減にも貢献できますし、SDGs に貢献できるっていうのを伝えていきたいなと思っていますね。このようにですね、コロナ禍で高まるテイクアウト需要、いかにプラスチックをゴミとして出さないか、
必要とされるものだからこそうまく使い付き合っていく知恵が私たち消費者にもプラスチック容器の生産者にも求められている。